はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーランドでしりとりをしてきました。トゥモローランドテラス、スプライト、とても美味しいホワイトチョコムースです。今回もディズニーランドです。今回の動画最後まで見てくれればディズニーランドのスイーツたち、アイスクリーム、抹茶クリームとチョコのクロワッサン、キャラメルガナッシュ、クッキーサンド、チュロス、シェイブアイス、カスタードプリン、これらのことが分かるようになったので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日のパンツはこちら。今日は甘いものを食べまくる日です。コーヒーにお砂糖ミルクは入れませんが、甘いものは大好きです。嫌いなものは虫です。ホームに上がったらリズラがついてました。お待たせしてしまったようです。申し訳ない。無事にインパすることができました。孫ができたらつけたい名前、インパです。今日はこちらでエントリー受付、シンデレラ城を眺めながら臨みます。まずやっていたのはこちらのタウンセンターバージョンです。ロバンスを変えたいと思います。まずやってきたのはこちら、アイスクリームコーンです。こちらでアイスをいただきます。提供は明治です。購入しました。アイスクリームアーモンドクランチです。コーンとカップが選べますが、僕はコーンを選びました。アーモンドクランチとても美味しいです。小さなアーモンドが入っていてとてもカリカリです。ナッツ好きにはたまりません。量もたっぷり入っています。アイスは溶けやすいので洋服にこぼさないよう注意が必要です。心配な方にはカップがおすすめです。ごちそうさまでした。続いてやってきたのはこちら、スイートハートカフェです。こちらでもスイーツをいただきます。提供は明治です。購入しました。抹茶クリームとチョコレートのクロワッサンとキャラメルガナッシュ、クッキーサンドです。飲み物はアイスコーヒーを注文しました。お砂糖ミルクは使いません。大人。まずはこちら、抹茶クリームとチョコレートのクロワッサンです。美女と野獣のイラストも可愛いですね。横顔とても美しい。一緒に図書館に行ってみたいですね。クロワッサンの表面はこんな感じです。チョコレートでコーティングされた部分があります。チョコの部分だけちょこっとかじりたいですね。チョコレートのクロワッサン、このままだと食べにくいのでぶった切ります。ぶった切った断面図はこんな感じです。中には抹茶クリームが入っています。抹茶クリームかなり濃厚です。この抹茶クリーム単体でも販売してほしい。サクサクの表面のクロワッサンともよく合います。抹茶クリームとチョコのクロワッサン、クロワッサンが好きな方、抹茶が好きな方、チョコが好きな方、ぜひ食べてみてください。続いてはこちら、キャラメルガナッシュクッキーサンドです。表面がバラの模様になっています。こちらのクッキーサンド、クッキーとクッキーの間にチョコレートが入っています。チョコレートの中にはキャラメルも入っています。ガナッシュに使われているチョコレートですが、クーベルチュールチョコレートが使われているようです。クーベルチュールチョコレートというのは総カカオ分が 35% 以上など厳しい国際規格をクリアしたチョコレートだそうです。カカオ本来の風味を楽しむことができます。チョコレートが好きならぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。
いてやってきたのはこちら、ウフーズです。こちらでチュロスをいただきます。購入しました。アップルキャラメルチュロスです。お気に入りのチュロスの一つです。上から見るとこんな感じです。表面はサクサク、折れないよう注意が必要です。これを食べるとやってくるのが透き通る彼女、今日も僕の隣にやってきました。しょうがありません、あげましょう。ごちそうさまでした。続いてやってきたのはこちら、ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイムカフェです。チュロスで口の中の水分が奪われたので補給します。ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイムカフェ、オープンは11時から14時までです。夕方は閉まっているので注意が必要です。購入しました。シェイブアイスミックスベリーです。ベリーがとても美味しそうですね。カップの下にもたくさんのベリーが入っています。早く混ぜ混ぜしたいですね。シェイブアイスとても冷たい、暑いので涼むのにぴったりです。ベリーの果肉も入っているので嬉しいですね。氷を掘っていくとこんな感じになります。頭がキーンとしています。ごちそうさまでした。続いてやってきたのはこちら、クイーンオブハートのバンケットホールです。こちらでもスイーツをいただきます。購入しました。カスタードプリンとコーンチャウダーです。飲み物はアイスティーを注文。まずこちらはコーンチャウダーです。しょっぱいものが欲しくなったので買いました。コーンチャウダーとても懐かしいお味、子供の頃を思い出しますね。コーンもたくさん入っています。コーンがこんなにたくさん。続いてはこちらカスタードプリンです。上にはイチゴや生クリームが乗ってますね。カスタードプリンはスーベニアカップ付きです。容器は持ち帰ることができます。容器の中身はこんな感じです。家でこれでコーヒーを飲みたいですね。お砂糖ミルクはカップを持ち帰る際はバレないようプチプチをいただくことができます。プチプチチッププーさん、こちらがカスタードプリンです。プリンの上にはイチゴ、オレンジ、生クリーム、チョコレートが乗っています。可愛らしいトッピングです。カスタードプリンは安定のお味、カラメルソースと食べるよりも僕はプリン単体で食べるのが好きです。カスタードプリンが好きな方ぜひ食べてみてください。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。最後にアトラクションで締めたいと思います。乗るのはスプラッシュマウンテンです。ありがとうございます。はい、はい、ということで今回はディズニーランドのスイーツをご紹介してきました。アーモンドクランチのアイスクリーム、抹茶クリームとチョコレートのクロワッサン、キャラメルガナッシュクッキーサンド、アップルキャラメルチュロス、シェイブアイスミックスベリー、カスタードプリン、どれもおすすめなのでぜひ食べてみてください。今回の内容が少しでも皆さんの役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。アプリで音声配信もやっておりますのでぜひダウンロードの上聞いていただけると幸いです。それでは最後にじゃんけんしましょう。最初はグー、じゃんけんポン、僕はパーを出しました。負けた人は明日ハイヒールを履いてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。